おはようございます、コーデーズキです。始まりましたコーデーズキのサンキューチャレンジということで、この番組は私コーデーズキとゲストの方をお呼びして2人でパチンコスロットのミッションにチャレンジしていくという番組でございます。見事3回クリアできれば番組オリジナルグッズを作れるという番組なんですけども、3回やってまだ1ポイントですね。今回のゲストの方に頑張っていただきたいと思うんですが、誰でしょうか。どうぞ。おはようございます。なかなかないですね。さあ、私は誰でしょう。誰でしょう、逆にね。本当にそんなつもりなかったんですけど、多分みんな前回も前々回も同じ顔してるやないかってなると思うんですけど、別人です。別人ですか。別人だ。まあ、意味です。まあ、1回目がまいみさん、はい、2回目がまいみさん、今回まあ、意味で今回なるほどね。私まあ、意味ちょっと泣き疲れて、あ、はいはいはい、お願いしますと、私の代わりにどうかどうかと、高田ゆずきを助けてくださいっつって。そうですよ、3回目で私まだ1ポイントしか取ってなくて、うんうん、ゲストがまあ振るってないよ。そうね、まゆみさん頑張ったらしい。あ、ほらポイントで取れてるから。あの回は明らかに MC の問題だったの気がする。あれおかしいな。あ、まあ言うてね、まあ、うん、そう、私今日初めてちょっとね、そうですよね、させていただくので、そう、気になる今日のミッションが、はい、できるかな。どうかな。何、一撃、うん、3900発390じゃなくて3900。そっち、逆に39000じゃないの。でも、ね、じゃなくて言ってたの、あのね、マイミーが、うん、とりあえずお願いだけしてきましたって。次回も簡単にお願いしてきましたので。そうね、3900はやらなきゃダメよ。そうね、うん、いけるいける。大丈夫、過去何度もやってきた。あ、そうよ、うん、やっぱ1ポイント取ってるじゃん、うん、で今回も各々でポイントが取れるから、あ、2人とも取れたら今日グッズ作れるのよ。お頼むね。任せて任せて、それはもうほんと愛するゆずきのためならば。いや、もうほんとありがとうございます、うん、私頑張るよ。分かんない、初対面のはずなんだけど。見てた、ずっと動画で見てました。ありがとうございます。本当に番組の最後にも素敵な情報がございますので、はい、ぜひ最後までご覧ください。ということで実践行ってきます。行ってきます。はいはい、押さえたのは何ですか今回も。あ、はい、あ、私知らないわ。今回はエヴァンゲリオン。あの、マイミーのリベンジ戦。そうだよね、そうだそうだ。私、マイミーがさせていただきたいと、はい、おにゃんしゃす。はい、行きましょう。新世紀エヴァンゲリオン、明日への方向ですね、行きたいと思います。それそれ。大当たり確率 319.7 分の1の VST タイプですね。はい、時短でも100回のつくので、はい、そこから引き戻しも込みで含めて突入率が 70% と。はい、よろしくお願いしますね。頑張ります。そう、エヴァンゲリオン久しぶりすぎて結構座れないんだよね。あ、それはあるね。もうあの昼ぐらいからとかだと。確かに確かに。何台と。あ、夕方。あ、デフォですね。あ、ムービー入りましたよと。おお、ロンギネス来た。おお、マジ？マジで。ちょ、あ、金じゃん。赤で、赤で。だーやった、来た。いいよ、で。エヴァンゲリオン、惜しい。お、マステマ回してくれ、マステマ回れ。いやあ、行った。カジさん、カジさん、武器をくれ。誰だ。カジさん、あー、弱い。あなたたちからのは弱いのよ。ないよりいいけどね。ないよりいいけど。え、銀。いやー、残念。こちらも残念。ちょっと今回ね、あのゲスト側がもう前半でパッパッと行ってしまいたいわ。そうだよ、ゲスト側はポイント取ってくれてないもん。本当にね、お願いしますよ。いや、マジ今日ポイント取って呼んでよかったやろって帰りたい。殲滅保留。テレレレテレー
天熱放流なんか番組変わったよ、大丈夫番組ちょっと変わったけど、だからそんな 見るの、見てたよ昔でしょ、昔3時間だよスペシャルとかは絶対撮ってたもん、 VHS に。え、まさかビデオですよ、ビデオ出た出た。役払い行けた？行けてない。あ、だよね、うん、行けてないよ、すっかり忘れてた、あと役だということ今月やばくてさ、勝率、うん、マジで良くないの？もう逆万枚、うぅ、中旬に超えてた。え、負けた時のさ、なんか、うん、どうなる気持ち、沈む、なんか解消法ある？旦那に話す。ああ、いいね、聞いてよ。やばい、そんなのろけいらんかった新年早々聞いてよ負けたでさ、お金貸してっつって旦那に、うん翻訳怖いなと思って。あ、私まだ後役っていう後役のなんかまだ今月だけどさ、うん、なんもないわ。マジ？うん、お、当たってるじゃん、うまいな。あ、でも回ってくる、私の後だよ多分、今左から順に当たり当たり、だからついて。え、そうなの？でもこの今左の人が私にこう魚群のようにこう流れてきます。わかんないよ、数列的にかける2とかだったら。え、何数列っていきなり、何何の話いきなり、今パチンコの話してるんだけど。あ、そうなんだ、ごめん、ちょっと気をつけて。はい私の頭が暴走モード入ってる、ね、ごめんごめんごめん、暴走すんの、はい、とんかつ食いて。あ、とんかつ長らく食べてない、食べたいね、とんかつね。でさ、とんかつ屋さんとか行くとさ、私キャベツでお腹いっぱいに、あ、出た、したくなる人なんだよね。おかわりしちゃう人、うん、キャベツは絶対3回はする。マジでお腹いっぱいならない？だって野菜で水分あるよね。あ、確かに、いや野菜無限だよね。あ、明日野菜じゃん、ブル、予告予告予告、すっごい目覚めた。え、私のブルだよね私のブルっていや、なんかさ、ほら隣も当たってるから。ああ、ええー、奇跡勝ちだ、奇跡の勝ちだ、当たったね、おめでとう。 ありがとう。シンジ君、じゃあ順番ってこと？そう、順番だよ。赤文字じゃないな、いただくね。4だけど、 4か、あ、4けども、これ当たればスタートだから、この機種に。そうだよ、右打ちいければ勝ちだから。そう、おー、でも動き、ええ、いやいや、どくんでしょ、どうせ来るよね。え、夢、おめでとう、返してほしい。いや、ちょっと待って、え、私のブルじゃなかった？いや、あ、私のブル、いや、いや、今ね、横がブルってるけど、このブルの感触じゃなかった。だから、私のガチブルだった、ジブル、ジブルタブルではなかったジブルタッドジブル順番的には次、ミーヤンでしょ。あ、ミーヤンじゃない、マーさん、あ、マーさん、マーさんだか、マーさん当ててくんないと私当たんないよ。そうなんだよね、頼むよ、さっきチャンスだったんだけど。それかもう隣で止まってるかもしれない流れが。え、あとマード続いてる、止まるよ。マジカルバナナする、マジカルバナナ、あったねマジカルバナナ、でもあれ見てたわ。見てたよね、見てた、あれみんな見てたよね、見てた、おもちゃ持ってたもん。え、おもちゃなんてあったの？あったよ、バナナの形してて、うん、あのリズムが流れるのボタン押すと。知らん、めっちゃ、え、コアなファンじゃん
や、でも小学生の時だったよ。マジで400までには当てたいよ。いや、タイムないしね。あ、いや、見たことない。なにこれ、なに、あ、これがいいね。え、じゃ決まってるじゃん、だってそんなん。あ、初めて初号機。セイクとかもなく、カットインは銀、終わりです。お疲れ、シンジ君。初めて見たあの演出、自分で決めるのよって決まってるじゃないですか。そうですよね。じゃあ矢印で選ばせなさいよって話じゃない、ね、そんなね、へそに入った段階でさ、当たるかなって決まってるのにさ現実的さ多分私にパチンコを教えてくれた人が結構現実的な人だったから、あ、ボタン連打とかもいらないよみたいなタイプだった。そこで決まらないよ。そう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 、もうここに、ここで決まってくから、まあへーって、まあまあ間違っちゃないし、そう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 、とても効率のいい教え方をされたってこと。そうだね、小さい子にあのブーブーとか教えないで、いきなり車って教えた。本質から行くから。チルドレンたち弱すぎるんだよな。そうですよ、まあ言うてまだほら14歳だから、まあね、14歳世界の平和を任せるのはどうかと思うけど、だからと思う。まあ乗れない。でも多分私の14歳の頃はぶっちゃけ新宿には勝てるの。中2、中2対マンしたら、あのエヴァンゲリオンなしで、エヴァンゲリオン、あの、あ、確かに私も勝てそう、で勝てそう、私口だけで勝てそう泣かしたら勝つだから、うん、ちょ、アスカちゃんは何気にやってくるかもしれない。あ、アスカはな、気強いから。確かに。で、レイちゃんには無視されそう。あ、無視、強っ、一番強い。2人とも当たんなかったらやばい。やばいね。もうそうなったら本当に後役乗ろうしかないからうちら2人とも後役っていうね。そうそうそう、素晴らしい共通点があるから。そうだよ、ガチで役払い。なんかどっかでその話したら、え、ミーアンの年齢ってバラしていいんですかって言われたんだよな。え、そんなんでバレると思ってないけど。え、てかバレると思ってないはやばくない。え、だって20代もあるしあるよね、役。あ、あ、出た、風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 、何ですって。え、飛ばした、あれ19.5、ギリ2枚の間に当たりました。なんですって、やったー。あ、いや、でもいいんだいいんだ、ミッションのためには。証拠、風出ました、証拠。あ、そう言われると不安。え、急にエアコン強くなったとかそうかもよ。か、後ろこれ警報色違い、あ、出ないよ、そっち。あ、すげー、すごい、イエーイ、やったぜ。まあ、ここからですけどね。来た、これこれ、コツ当たり、よかった。あ、ほー、やった。そんな、マジで。またゆずちゃんからなんですか。またゆずちゃんからちょっと余裕な感じになっちゃうんですか。はい、ゆずちゃんから始めさせていただきました。うん、まあまあ、まず1個ミッションクリアしていただきましょう。あ、赤だ、忘れてたミッション。はい、青ホリュー、忘れてたのびっくり、あれミッション忘れそうだった。なんか当てることがミッションみたいな。お前何回目だよこの番組何回やってんだよ。いや、もう本当、あの、
さっき当たらなさすぎて当てることが目標だった当たりなしとかの収録多いからさ。マジか。もうじゃあ今月もうすでに心が折れていた。あーやったー、プル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 、ね、私かと思った。タブルだった。おめでとう。あ、風も出てる。おめでとう、おめでとう、ありがとう、ありがとう。ちゃんとありがとうって言った後はニコってしまう。ご飯行きます。うん、行く。あれだ、腹が減ってはなんとやらと。そうだね、昔の偉い人は言っていた。そうなの。織田信長だっけ。あ、そうなの、うん、本当。織田信長が言ったってことにしようよ。腹が減っては。ではご飯行ってきます。はい、行ってきます。後半戦スタートです。はい、私は当たってます。私はまだ追加投資中です。はい、うん、行きますか。行きます。もう行ってます。あ、行ってます。はい、行ってます。あいしゃーす。またこのジブルかタブルかわかんなくなりそうだから、ちょっとだけ手をレバーに引っ掛けとこうかなと。あ、握っておけば、まあ、一番確実で。そう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 。やばい、終わっちゃう。これはまずい。これはまずい。新宿、あ、新宿までした。ねえ、転売しないんだ。やめて。あと28回。うわー、手に汗握るな。大事に行こう、大事に行こう。80、そんな 81% ぐらい。あの富士山の前でうおーってしたとこで打つわ。 OK。 うーわー、あー、ここね。やる気、やる気、まず初号機やる気しかない。気づいちゃったね。あまり物には服があると昔偉い人は言っていた。偉い人いっぱいいるな、うん、多分あの千の利休あたりきっと言ってた。やばいよ、3900で達成できないのかお前らってなるよ。本当だよね。何なんだよと、何ならできるんだむしろと。390。なめすぎ。いやでもご飯食べたからずっと大丈夫、うん、流れだから。そうだ、流れ変えて終わったわ。2個も空いてないね。なるほど、これで頑張るしかないね。頑張れ頑張れ、意味、頑張れ頑張れ、意味。ああ、誰かと思った。そうです。なんか間が抜けただけで。そうです。間抜けな名前。間抜け、間抜いたから。そう。
タヌキとかもあったの。あったね、歯を抜いて読めみたい。でもそういう脳トレって未だにきっと流行ってそうだよね。確かに、謎謎系ね。謎謎系、謎謎するじゃん。謎謎、あ、謎謎なら大丈夫よ。あ、さっき、え、これむずい。私も答え見れないから一緒にやる。あ、はい。机の上からペンケースを落としてしまいました。ペンケースの中には消しゴム、シャープペンシル、ボールペン、物差しが入っていました。この4つの中で命を落としたのは誰でしょう。命を落とす、そんな重い問題本当に謎の音なのか。あ、お、え、答えていい？いいよ、いいよ。ボールペン、その心は。ペンケース、ペンケース、え、全然違う、見てみる、うん、ペンケース、違う、シャープペンシル、全然違うじゃん。なんで芯出る。え、どういうこと。芯が出るから、芯出る、芯出るみたい。わかんない、それはあ、あった。え、待って、先輩そうじゃん、煽り一号しないんかいわー、なるほどな。あ、でもちゃんと謎なんだね。謎な、え、これはでも難易度高い。国際会議の最中に突然停電になりました。うん、一番初めに電気をつけろと叫んだのはどこの国の人でしょう。これ簡単だね。簡単なの。電気をつけろと叫んだのは、電気をつけろ電気、電気、電気いや、もうここはやっぱアメリカでしょ。あ、そうなのそうなの。アメリカ、やっぱ一番アメリカの人が、うん、電気をつけろって言ったってこと。電気をつけろなるほどだからね、私の思ってる答えが違うかもしれない、うん、まあそうだよね、日本人です。なんで日本語だから。あ、電気をつけろ電気、電気をそのまんまじゃんだから言ったの。マジか。え、日本語って思った。分かった分かった分かった。だって電気をつけろって言ってるじゃんと思って。すごいねだからアメリカ人が電気をつけろって言ったのってあの聞いたやん。性格上の問題でアメリカ人はすぐ発言つくかなってなるほどなるほど。日本人はほらちょっと、あ、あ性格上のねそう、頭使うね、ちょっと疲れちゃった頭使った、カロリー使った、カロリー使った。面白い謎謎。いや、なんか意識を集中させなかったら当たるかなと思ったけど当たんないわ。わかる。オープニングに戻りたい。まだ未来が明るかった。あー赤いでもオープニングに戻ったらまたこの暗い思いもう一回しなきゃいけないいや、ちょっとタイミングがずれるはず。あー、なるかな。あ、だからさ、タイムマシンとかできたら、うん、っていう話をしてもさ、うん、過去に絶対戻りたくないんだよ。お、ロンギヌス。お、ロンギヌス。ギヌス。ギヌス、ギヌス。いいよ、いいよ。あ、金。うん、なんか出た。いいね。いけるね。あれ ?2 回目今日。2回目。あ、でかいでかい三天王でかーすがら。そう。これ、期待する。階級は来ないか。緑ー、ありがとう。うまいなー。うまいね。いいよ、いいよ。あ、初めて吠えてくれた。おはよう。おはよう。おはよう。誘います。
愛のよあるよ。お、ないよ。ないの？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 ねえ、ないの？ないの？ないの？私の好きなリーチだったのに。え、なかった？何？あるじゃん、ほら。ああ、保留減ってなかったでしょ、今。全然、もう心諦めてた。多分回転数は増えてなかった、今。さすが、よく見てらっしゃる。ナイス！カモさんです。ST です。やったー。え、待って、私置いてかれるやつ。あ、やばいやばい。あ、でもな、これ、カオルコンロードなんだな。レイちゃんだったら、はい、かーおーっつー、あー、ドフィヌスがドフィヌスが刺さった。あ、風来てる。あ、でも初めて見た、あのドフィヌス刺さってっていう演出自体を。しかも、ニックキー、出るやる倒せるよやっと倒せる。あ、しかもダミーっていうか、あれだったら勝手に乗っ取られてた。乗っ取られてやらせてよ。3枚で入りまーす。はーい、当たった。おー、すげー。感じる感じる。成果良くなんない、大丈夫。あら、倒れちゃった。おめでとうって言われた。ありがとう。やっと1ポイントやっとなんでそんな冷静な、ね、やったね。はい、 B の敵を取って。いや、よかったよかった。あ、めっちゃ風吹いそう。おや、赤です。お、青トリューです。めっちゃブルブルしてる。え、これ初めてやった。めっちゃブルブル。ああ、今日はピト天ゲーハゲス。誰だ誰だ、ブルブルしてるのは私じゃない。誰だブルブルしてる方。隣誰だ。これサンキューの3倍出したらプラス1ポイントとか。3万9000なら考えてもらえるかもしれない。おっ、頑張ってくれ。サンキュー、うん、なんかほんと5ポイントぐらい欲しくなるの。あ、おお、なんかタイミングが難しいね、このレーバブルさん。保留とか何も変わらずだから、うん、急に来るよね。ね、本当にいい意味でドキリ大成功です。どっちだろう、当たるのかな。今何回転？390、うん、そろそろだね。じゃあ、お、バーミーじゃん。バーミー来た。チャンスから。おめでとう。おう、これ初めて見んだよ。レバー勝手に押されちゃう。さっき勝手に押さきダミーかと思った。本来ならこれで勝手に押される。そう、でも押せる時もあるからな。あ、押せた、押せた。気まぐれさん乗っ取られるらしい。でもさっき乗っ取られた、ね、あれはあれ
で快感でした。あれなんか空振った感じ。本当いいな、楽しそうだな、うん、楽しい。私まあ、意味の代理、いい加減にしろよ。あー、カオルくん、カオルくんのやったらこそさっぱり分かんなかったけど、ブルブルさせよって、ブルブル、よくブルブルするもん。ブルブルさせよってからに、このブルブルが映るように願ってるよ。本当？どうしてこないよ。もちろん。バビューン、バビューン、いいな、楽しそう。最近負けすぎてて、なんかあのさっきまでちょっと辛かった600回転全部流れた、全部解消されました。時短でもいいの、時短でもいいの、お願いします。お願いします。ガチなやつ、お願いします。時短でもいいです、よろしくお願いします。動き全回転出た、出たよ、全回転。暇だなぁ。暇だな。4枚目入るな、俺。もう負けすぎて何とも思わなくなってきた。まひってるじゃん。恐ろしい。もうこれがいつもだからさ。あと横ってさ、うん、翻訳で出し切れなかった役が来るのかな。出し切れなかった役って何？翻訳でさ、あー、ここまで役やりたかったのに。あ、でも来年。使い切ろうみたいな。繰り越しみたいな。じゃあ前役は前兆ってこと？そう、前役は前兆でちょっと前倒しという。勘弁してほしい。頑張るんば。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。弱いよ。白バスが弱いよ。どっから声出してんの？うん。そんな声も出せたんだ、そだ。バー言って、バー言ってぐったりみたいな。あ、お、カジさん、カジさん、最悪、あの、お父さん、おーい、りっちゃん、えい、気になるのはカットインでございます。金で、何とぞ。あー、ギフトドア言ってました。フィールド来ないか。お疲れ、えい、5枚目入ります。なんてこったい、なんてこったいですよ、ほんと。もうやばいよ、今月なんなんだよ。明日も負けそうだな。こうなると明後日も負けるな。すごい不吉な予言を自分にしだした。キラーン、あ、ないかった。いや、マジでな、もうこんな、本当に何よ。でもあれでしょ、なんか怒ったら怒ったで外れたら10分で言うって言う。言う言う言う。はぁ、みたいな。じゃあ一番平和じゃん。もう台は空気を読んでいる。なるほど。あと1ポイントなのに。本当よ。今日グッズ作れると思ったのに。こんな刻むと思わなかったな。そうね。あれ、え、設定からのリーク。あ、でもまあ関係ないか、うん、あ、そう、え、なんだった？
いや、ずれて戻った。あ、てか格納庫じゃん。あ、そうか、これが格納庫。そう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 、失礼しました。マジか。え、格納庫行ったらなんだっけ。核変納庫。あ、あ、ごめんなさい。おう、おお、押す。ふぅ、風。来た、正解。あ、レインボーだ。すげえ、すげえ、いろいろ見れる。確かスカイドとかなかったけど、やっぱ、ね、大チャンスみたいな。うん、うん、うん、いやー、楽しい。私の命はあと2000円。おっ、シャープペンシル。死んでる。死んでる。もうインゴだよ、ね。あ、今日シャープペンシル？やだ。ただの分かりづらい悪口みたい。いや本当だよ。今日マジ高だった。シャープペンシルだからさ。ちょっとほっとっとここ捨ててあげて。商品は10ダフラ。一ラスト。ナイス、あざーい。人生終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの、メンタル大事。あの、私のメンタルシャープペンシルということで流行らせてください。私多分すごく使うから。やだ。今後マジでしんどかった。私5万円使いました。回収なしです。なし。お疲れ。お疲れ。お疲れ。いい、私、いいよ、いいよ。あの、投資、まあ、9000発で、回収1万5080発で、うん、まあまあ、プラス6000発ちょい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 、やった。ということで、めっちゃ真顔やん。ということで、はい、1ポイントゲットです。なんで、ね、やっと2ポイント目。そう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 、そうやっと2ポイントいったからね、3900発。そうそうね、どうどう、でも、あの、ま、意味どうよ、使えたでしょ。まあ、ゲストとして、まあ、ゲストとして、でも悪いけど、うん、本当に、マジ振りじゃなく、もう次来ないよ。次来ないよ、あの、同じ顔は。まあ、そう、そうだね、うん、顔。同じ顔は多分ね、全く毛色の違うやつ来るから。そうだね、ある意味やべえやつ来るじゃん。うん、やべえやつ来る、ね、誰が来るかね、まだ分かんない。え、大丈夫ですか、編集できます。すごい心配。大体想像つくんじゃない、でもみんなは。大体ね、あいつかなみたいな。あ、もう消去法であれかなってな感じで、はい、今回は私の T シャツを3名様にプレゼントさせていただきますので、はい、ぜひ概要欄から応募お願いします。ます。ってな感じで、はい、すかね。次またいつか来ますか。いや、まあ、ちょ挟んでからね。なんか間開けてね。間開けてね。知れないし、うん、もう今日がゲストとしてはもう最後かもしれないし、うん、まあそんなことないんで安心してください。ぜひ、もうすぐ言う、すぐ言う、本当に。次回もぜひご覧いただければと思います。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。